伝賢次郎昭和5年11月16日は、日本の官僚、政治家、家族。幼名は梅之助、号は譲る山。衆議院議員、貴族院議員、低信大臣、司法大臣、農商務大臣、台湾総督、数密顧問官等を歴任。伝定吉は2位。伝秀夫は孫。また先祖に、元禄時代の女流俳人伝ステジョがいる。 丹波国表上軍柏原藩領の加古倉村に、伝文平のことし生まれる。健次郎の家は代々、王将屋を務めた功能であった。幼児には狂犬、ぱくで、巨弱だった兄、定吉が喧嘩に負けるとその司会士に出向いたという、逸話が残っている。明治7年に上京し、同郷の先輩の紹介で、熊谷県の下級理員に採用、翌年に愛知県に移り、 ついで、高知県、神奈川県、埼玉県部長など、地方の警察畑を歩み、立身していった。明治23年、時の停身大臣、後藤翔二郎に見出され、中央寛会への道をつかみ、警保局管理から停心省に入省し、局長、停身次官、鉄道会議幹事を務める。一時期、官を辞めて、関西鉄道社長を務めた。 明治33年5月9日、近畿観志向を仰せつけられる。明治34年、兵庫県第三区選出、植木、松室はじめの辞職に伴う、補欠選挙に、伊藤博文の進めで、立憲声優会から出馬し衆議院議員に当選。次の第七回総選挙でも当選し、衆議院議員を一期半務める。1901年、声優会が第一次。 桂ツ内閣をめぐって二分された際に幹部を批判したとして、声優会を除名された。その後、伊藤の取りなしで復党したものの、伊藤の声優会総裁辞任後に離党、衆議院議員の辞任後に三度停身証に復帰して、再度時間を務めた。明治39年の退官後の1月7日、貴族院直選議員に直任され、沢会に所属。 翌年には男爵に女せられると伊藤とも、距離を置き始める。その後、平田東介、清浦慶吾、大浦兼武らと共に、元老、山形有友系の官僚政治家として活動する。シーメンス受験後の第一次、山本内閣東閣の中心人物の一人となって、古巣の立憲政友会と激しく対立した。しかし次の第二次、大熊内閣以後、 政友会との関係を改善して、原高氏と山形有友の中介役となる。同内閣法会後には寺内内閣の発足に尽力して、停心大臣に就任する。大正八年、文官として初めて台湾総督となったが、これは総督の軍人選任を改めようとする、原高氏とそれに反対する山形有友との一種の妥協とも言われている。総督時代には、 台湾における法制整備と文民統治の定着に尽力した。内地延長主義を主張し、内体一体という方針のもとに内体の差別をなくす融合政策を行った。ところが、原高氏が暗殺されると、元声優会総裁で元老の西園寺金持は、急遽後継総裁に立てた高橋惚歴に不安を覚え、他に声優会に復帰して、 横田千之助を総裁にするまでの中継ぎの総裁に就任することを要請したが、山形との関係もあり辞退したと言われている。大正12年の関東大震災直後に成立した第二次山本内閣に農商務大臣として入閣する。後藤新平内務大臣とは反目しつつも共に震災復興計画を策定するが、声優会の反対で骨抜きにされてしまう。 さらに第47回帝国議会で、非保法,法案が、審議未了で不成立となったのを受け、主任大臣としての責任を取り辞任した。大正14年以後は、数密顧問官を務める。昭和5年、東京府江原郡玉川村上野毛の自宅、万象閣で倒れ、脳出血から肺炎を併発して死去。墓所は玉霊園にある。 貴族院議員職人から裁判年までの政治活動を綴った田健次郎日記は近代政治史上貴重な資料となっている。晩年の田健次郎、ありがとうございます。